ウィーバー。今日は蹴り技を教わるっていう。相手の視界から消えて見えない角度から蹴りが飛んでくる。めちゃめちゃこれむずいな。この蹴りの威力やばいよね。どうも現代忍者タグです。ねんねんぴょんぴょんってことで。いや広いね。広いね。どういうこと今日？ここどこなのよ？今日船橋に来ております、うん、この白い武道会館をですね借りていただいたわけですよ。分かった。船橋でしょ。船橋とのコラボでしょ。最近どうしてるのかなって全然見なくなって心配してたのよ。ありがとう。船橋と相撲対決だよね。もちろんダメです。怒られます。怒られるわ。うん、じゃあちょっと、はいはい、もう早速お呼びして、はい、いいですか？どうぞ呼んでください。タイドーの世界大会4連覇、うん、中野哲司先生です。よろしくお願いします。お願いします。おーい、取れたの？はい、もう絶対中野先生だったらこの登場だと思ってたんで、さすがです。さすがマカロン。いやいやいや、映ってねえし。マカロンの色ですからね。はい、後で皆さん、あの当選ボタン出てくるんで見てください。まあ、だから今日は先生にタイドの魅力っていうのをですね、そうだね、視聴者に届けたいと。すごい楽しみにしてました。あ、めちゃくちゃ。嬉しいです。はい。まずそのタイドとは何なのか解説していただいて、うん、視聴者にちょっと届けたいなと思いますんでよろしくお願いします。はい。まあ、ちょっとたくさん見ないこう人を殺せる人たち。からするとあんまりいらない技術かもしれないんですけど、僕はそれぞれ人を殺人を殺す技を映画のために体得しただけで、なるほど、わけじゃないですか。むしろ生かしてます映画で。そうですよね。はい、はい、ありがとうございます。タイドーはですね、はい、タイドーを創始された宿峰政権先生が、はい、あの戦争が終わった時に、はい、これからの空手は戦争のためとか戦いのためではなくて人のため社会のために何かできないかということで作られた武道だと聞いております。うもう空手をずっとやり尽くしてなんか他にももっとこうできることってないんじゃないか。例えば倒れちゃうんだったら倒れた状態からでも戦えたりとかねじった状態からでも何かできないかとか、うん、それがあのだからあのねねじりを生み出してるんだね。だってたくちゃん57年の歴史のうち、うん、先生世界大会何連覇でした？4連覇です。4年に一度です。獅子16年態度の歴史を築いているスーパーレジェンドです。そうだよね。はい、今日はそんな先生のですね蹴り技を教わるっていうことと、あ、教わりたいね。はい、うん、すぐできちゃうじゃないですか。いや本当に先生とのコラボ楽しみだったんですけど、2日間、ちょっとテレビのロケでずっと立ってたんで、うん、めちゃめちゃ足が筋肉痛。うわすごい。だけどめちゃくちゃ楽しみなんで今日は。あんなに肩甲骨と股関節を使える人ができないわけがない、ね、そうですね。多分体得するかと思いますので、はい、体得した後にその先生の蹴りをもらうという企画でございます。何をあなた、もう一回言いましょうか。ちょっと待って、何あなた言ってるの？まんじ蹴りをあなたにもらうんです。俺が先生のまんじ蹴りを。そう、そのさ、太田さ、俺たち戦闘術っていうのはさ、申し訳ない、もらわないためのものだ、うん、ナイフってもらったら終わりじゃん、うん、つまりもらわないためにどうするかっていうのは戦闘術なわけ。なるほど。そんな福地君みたいにさ、うん、こんなになっててさあどうぞっていうものじゃないの。確かに鍛錬あるけどさ、うんうん、じゃあもらわないんだね。いやもらうよ。うん、もちろんもらうよ。はい、まず第1弾が稲川先生のライトをもらいました、うん、そして第2弾、うん、はい、まだ記憶に新しい、うん、広渡辺先生の停止権。はっきり言っていいですか、40度寝ずれました、はい、その日の夜。今日第3弾、蹴りをもらう。神道系の不思議なものじゃん、はい、蹴り、ただの暴力です。いい加減にしなさい。じゃあやらないんですね。やりますよ。やりますけど、すごい、やりますけど、ただの、うん、とんでもないものだってことだよ。本当に多分中野先生一回視界から消えて、ね、そうそう、見えない角度から蹴りが飛んでくる、それを体験して視聴者さんに伝えてほしいんですよ、その凄さを。やりません。いやどっちだよ。やるんでしょ。やるよ、うん、じゃあ蹴り技をまだちょっと先生に、まあ、まず見よう。はい、教えてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、はい、タイドーはこの白い部分を攻撃するか、はい、絡みついて倒すかすると勝ちになるんですけども、はい、であの顔面は実はなしなんですよ。そうなんですか。なしなんです、はいはい、その場からついたり蹴ったりが実は禁止なんです。へ、ちょっと体を動かしてからじゃないと
打っちゃダメなんですね。なので旋回してから打ったりとか、ジャンプしてから打ったりとか、そういうルールになっております。あと特徴的なのは、体重制限がなくて受けちゃダメ、全部避けなきゃいけないです。中段の回し蹴りとかもこうパーンって避けなきゃいけないので、それは面白いかなと。避けるっていうね、もらわない、避ける、そして動き続けるってことですか。あ、そうですね。わかりました。楽しみです。はい、じゃあ先生、お願いします。見せてください。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、いいよ。はい、いいよ。ありがとうございました。のような形です。いやー、面白いですね。本当にだからカウンターの技術が多いんですね。カウンターはすごい磨けると思います。はい、で確かに本当に防御がこうじゃなくて、はい、余計なんだっていうね。そうですね。面白いですね。なのでこの前にある本手がすごい大事で、ここの虚実がすごいポイントになるというか、ここを狙わせるようにいつも構えていたりします。はい、へー。じゃあ実際競技では当てないけれども、じゃあ練習とか稽古するときは当てなきゃダメです。あの柔道とか剣道に似てますね。バーンって当たったら、あの技ありとか、はい、別にノックアウトしなくてもズバンって入れば OK ですね。じゃあ実際稽古されるときっていうのはミットとか持ってそこに蹴りを打ち込んだりとかもされるんですか。あ、そうですそうです。じゃあちょっとタクちゃん、それも見せていただきたいね。これなんか中野先生、すごく威力のある蹴りを打つっていうイメージが強いんですよ。はい、一応あの全部の筋力とか重さを動員しやすいっていうのは態度の特徴かもしれませんね。旋回する動きが、こういうふうに旋回する動きがあるんですけど、はいはい、態度的にはこれも旋回なんですね。はいはい。なので、一周しなくてもここでこうパーンって出せればいい。もう旋回なんですね。そうなんですよ、そうなんですよ。もちろんあの態度の競技ではそれはちょっと相対っていうか、ね、操ってる体の量が不十分、相対不十分、取りませんなんて言われてしまうんですけども、でも実際はここがちゃんとできない人が一周してもなんか旋回が膨らんでしまって、なるべくこう狭い範囲でパーンって回れれば綺麗に力がいくんですけど、はいはい、これがこう広がっちゃうと、もう足に足に足に行きながらやっとここに来るので、はいはい、それは回っても意味ない。そのエネルギーをこう外に生かさなくて、要は内にしたまま回るようなイメージってことですよね。そうです、そうです。それこそあのタクさんがやってるウェイブの部分で考えたら、はい、肩甲骨を背骨に向かってパッと閉じる感じですね。あ、で両肩甲骨をこう中に閉じるようにして、はい、パンってやるとまっすぐにズドッといけるので、だ先生ってなんかブレないっていうやっぱイメージも強いっていうか、体軸がね、コマみたいにしっかりしてるよね。じゃあちょっと見せてもらいましょう。見せてください。はい、はい、まあ、一応こう、態度のポイントは、はい、まずちゃんとした前回し蹴りとか、はい、先蹴りが蹴ることっていうのがありますね、はい、しっかり打ちまして、はい、それをこう、この状態で、あ、そのまま動かさない、はい、そう、動くまま、はい、そう、で、これをそのまま体をこう落とす、はい、落とす、はい、この力と位置が位置エネルギーがここからここにずれますよね、はい、でそれを回線するとここからここにさらに位置エネルギーがずれますね、はい、でその膝の曲げ伸ばしがかかった時に別の筋力がまた入ってくるので、はい、まあ、それを一緒に乗せるみたいな感じで、はい、でもう一度よろしくお願いします。全部乗ってるね、体重が乗ってるね。でしかもなんか体重以上の破壊力を感じる ね、 あ、すごいね。先生失礼なんですけど、何キロぐらいなんでしょう。はい、あ、僕50キロぐらいです。はあ、50キロでこの蹴りの威力やばいよね、はい。じゃあ先生ちょっと連動してちょっと見せていってください。はい、うわー先生、いやー、あの、分かってはいましたけれども、視界から消えて、下からこう突き上げてくるのが、はい、なかなか追うのが難しいぐらいですね。はい。
じゃあ、高木さん、マンジ蹴り練習しましょう。そうだね。はい。はい、じゃあ、マンジ教わります。先生、お願いします。はい、よろしくお願いします。で、マンジ蹴りは、本当に前回し蹴りをこういう下から蹴ってくるイメージを、そのまま使う感じですね。はい、この膝が最短距離で、この位置から、ギューンで膝が一気に、ここに、これが大回しになっちゃうと良くないので、はい、この位置でこう、はい、まっすぐ。はい、まっすぐ行く。まっすぐ。おー。ポーンってやるんですね。そうね。ここから、ここまず足をですね、回します。OK、うん、です、OK です。はい、OK です。で、実はですね、前足も回してます。前足も回します。あ、そうです、そうです、そうです。そうです。で、次はですね、このまま、脇を締めたまま、はい、キュン。キュン。そうです、そのまま手ついちゃいます。ジャンプ、ジャンプしてきないです。すごいですね。その、このポジションがこんな感じです。こんな感じですか。はい、そうなんです、そうなんです。タグちゃん、どう、これ、これが難しい。耳が地面に反するような感じです。耳が地面にこうそうなんです。 OK です、OK です。で、あの膝蹴りがやっぱり怖いので、はい、あのよく合気道で膝下にこう入ってくる動きあると思うんですけど、はいはい、ああいうイメージもこういう感じです。膝よりもこう下に入ってきます。はい、ちなみに半月当てっていう蹴りがありまして、はい、相手の蹴を止めてこっちから。おお、すごいすごい。はい、面白いですね。もうそのトリッキーすぎてね、避けれないね、この先生のね。あの極真世界王者の高潔さんが初動で、あの蹴りは絶対に避けれないっておっしゃってました。あ、はい、自由自在だよね。うん、うん、はい、タクちゃん、じゃあやってみましょう。はい、脇が開かないように右手を持ってくるようにして、はい、そうです。1、膝ついてもいいので、2、3、あ、それで、おー、うまい。あ、素晴らしい、素晴らしい。いや、むずいっすよ。めちゃめちゃこれむずいね。そうなんですよ。むずいですね、一瞬で。で、よくキックボクシングの蹴りとかって、はい、こうちょっと足を伸ばしたままで、はい、こう手を振ってこう、いけると思うんですけども、はい、このタイトの場合は曲げ伸ばし、狭いスペースなので、はい、こうしっかり曲げ伸ばして、あったら伸ばすよ感じになります。で、それをこう倒れながら、うわー、はー、なので、あのさっきのフォームすごい良かったので、はい、曲げ伸ばしを入れていただいたんです。曲げ伸ばしてるんですね。はい、すごいね。この状態で、この状態で曲げ伸ばしてない。おー、うまっ。おうまいです、うまいです、めちゃめちゃうまいです。東郷先生以来の驚きみたいなですね。特に頭がしっかり下がってたのが態度的にはさらにもう非常に丸ですね。はい、はい、ちょっと縫っとく。はい、イメージは頭をしっかり下げてね。はい、ルーズで、せーの、このスピード出て、なるほど、せーの、はい、この角度です。で、これがちょっとだけ頭です。はい、これが頭上がってると上がっちゃうんで、はい、必ず背中よりも下に、相手よりも下にっていう感じ。この先生が簡単にやってるけど超難しいですよ。いや、でもいきなりフォームうまいよね。はい、めちゃくちゃうまい。いや、めちゃくちゃうまい。びっくりです。めちゃめちゃむずいっすよ、先生やってること。こんなのやったことないからね。不思議だな。ポンって入って、ポンって入って、ポンって入って、こういく。あ、そうです、そうです、そうです。あ、あ、いいです、いいです、そうです、そうです。今の方がいい、今の方がいいです。はい、はい、素晴らしい。どう、タクちゃん。全くわからない。あの長野先生がすごい教え方が上手で、あの、ね、やっていただいたんだけど、ほら、見えてないから自分で。うん、何にもわからなかった。けど、東郷先生とね、すぐ同じぐらいにって言われたから、ちょっと頑張っちゃったけど、超えたいと思っちゃった。けど、同じでいいです。難しいです。確かにこれあの1日でできるもんじゃないですよね、先生ね。あ、そうですね、もう全然1日じゃできないです。はい、難しい。 いや、あの、いきなりこのぐらいできたら感動です。すごいです、すごいです、めちゃくちゃすごいです。多分やっぱりこう、あの、なんていうの、人に聞かれるの世界なので、ちゃんとあんまり深く入らないようにしてるんでしょうね。あ、しっかりこう遠くから遠くからって感じをすごい感じました。確かに先生のあのトリッキーな技だからこそ間合いに入れるんだと思うんですよね。うんうんうん、僕らそこまでトリッキーじゃないんで、先生の前の入り方やっぱ順調じゃなく早いし、それでいて足の出がギリギリまでわからない、うん、要は蹴ってきたのは分かってもどこ狙ってくるかがやっぱ最終的までわからないみたいな、ものすごい遅出しのじゃんけんみたいな感じだわ。
その通りです。いやすごいすごい的確な表現だと思います。先生がその相手の懐に潜り込んで間合いに入って、そして視界から消えて蹴りが出てくるっていうものをですね、ちょっと視聴者さんにもあのお見せしたいんで、一回ちょっと僕あのボディベスト着て体験してみますんで、打っていただけますでしょうか。よろしくお願いします。はい、お気をつけください。はい、お願いします。はい、先生よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。から何でいいですか。じゃあ、行きますよ。はい、はい、いけた。おた完全に消えた今、うん、消えて、うん、その瞬間に、うん、すごい強い打撃をもらったんで、うん、いやこれは多分初見で高潔さんが、うん、あの避けれないって言ってた理由が分かりますね。さあ、よかったね。いや面白かったね。ちょっとこの動画をね、はい、いやいや、もうやめて。先生よろしくお願いします。はい、先生ちょっとそこから丹田にしてくださいね。わかりました。ここやらないと終わらないから。ヒロ先生にもね褒めていただいてあげたんで、はいはいはい、じゃあ先生、はい、何パーセントで。いやいやいやちなみにヒロ先生はですね、はい、20% やった後、はい、坂口がですねおかわりして 30% となりました。わ、はい、かりました。はい、キリやっぱ危ないのに、はい、30-40 ぐらいか。いや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 まず一旦10ぐらいで、はい、一旦もらってからだよね。そうだね、うん、じゃあ先生 10% でよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、はい。で、この動画が良かったね。ね先生、ありがとうございました。おかわりは今回は。おかわりいらないっす。今回はいらないです、ね。あのさ、はい、無知になっちゃって、加減してもらった分しなって、ちょっとウェーブがかっちゃった蹴りみたいにして、無知の無知にね、無知をパーンって。たくさんに引っ張られて、ちょっとウェーブが。ウェーブっちゃってますね。ウェーブっちゃいます。ウェーブれてる。いやめちゃくちゃ痛いわ先生の。 あれが先生 10% で、うん、試合とかでは当然相手を倒す技ではないにしろ、うん、もっと強めに。そうですね、もっと強めに、うん、ただ態度はこうちゃんと蹴った後に死にたいになっちゃうと無効になっちゃうので、うん、なるべくこうしっかりパッて戻れるように残心残して、うん、そうですね。七正八動究極って言葉がありまして、はい、動いてない時も7の力、動いてる時は8の力で、マックスで打ったとしても9、1残せっていうふうに言われております。うん、これだからあの本当に今日はもらってみたけど、はい、本当のマックス、うん、ね、太田一応ミットもらって受けてみよう。いやいやいやもう取ったから一旦じゃあで頑張ったね、タクちゃんで終わろう。あ、うん、そうそう、坂口拓が 10% でもどんだけ頑張り、はい、頑張ったのかっていうのをちょっと見せたいので。そうです、ね、はい、はい、お願いします。位置はこの位置でよろしいでしょうか。あ、大丈夫です、あのいるところに行きます、はい。おすげえ、俺80キロよ、うん、ああ行くでしょ。なんかね、無地みたいにしてバーンって入ってからズバーンってくるのよ。吹っ飛んだ。そう、これとこれなかったら、うん、そら、うん、すごくいい経験ができて、こちらこそ嬉しかったです、はい、ありがとうございます。後編ではですね、はい、あの態度というものが、はい、あなたの得意分野の戦闘術に掛け算できないのかと、うん、多人数戦とかに生かせれるのかっていうのを、うん、いいね、後編で取りたいなと、うん、もうあと俺に負担はないよね。 OK ね、戦いはあります。戦ってもらいますんで皆さん後編の方はい、引き続き見てください。そして中野先生のチャンネルでは、はい、坂口が武器を持って、いやもう楽しみです、はい、いろいろやりますんで、そちらの方も概要欄にリンク貼ってますので、はい、見終わった後クリックしてください。はい、このチャンネルがいいなと思った方は高評価ボタンよろしくお願いいたします、うん、そしてチャンネル登録してくれてありがとう。先生ここです。あ、そうです。はい、これ稲川先生の回でやりましたよね、はい、やりました。こんなものが武器になるのか参戦。痛い、ちょっと大丈夫ですよ、これ。態度協会先生怒られないですか。